たった一人のたった一人の生まれていた幸せ山本にも全部フルコースで分かってよ分かってよ誰ゆうべがあなたのあれお似合いのお母さんお母さんある横に長いなともこおるおい言うなおいあいつ違うちゃんとおいいやボローンちゃうね歌わせてよがふ愛してるやめて勝手にあってそんな簡単なくていいもんやなあ食べれた一言もらうとかあってもいいんじゃんお前眉毛おるやおるややばい絵だってもらうやった一言あってもいいんちゃうんやクソまずい入っちゃうなこれえどう入ってるのそうやね知らなかったうんだからもう電子レンジのさとか何も見えへんけどさボタンとかこれかけたら見えんもんこれ何本2本やばい病院や今から病院行くって言うと他に変えなあかんこれはサムにこれかけさせて目悪くさせへんうん平行感がぐちゃぐちゃなんでカフェとかでバーンえヒリクこんなん冗談やでもう携帯寄せ携帯目やおい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 さんはいクレマグですおはようございます1ですあそうそうこうですお願いしまーすダメーダメーあー捕まえよーっといつ始めれんのこれはい味噌ラーメングミ小籠包やめたれやお前俺のサムやぞお姫様おはよう夜の人笑い男女混合でお泊まり会とか友達した時うんこすのはずいどうも夜の人ですお願いしますしたことないけども維持でも我慢するかな合宿でしかしたことないえちょっとまぶしいいいよカチカチなりながら生きていこうやギリギリでいつも生きていたいからああちょっと明るすぎる一応悪すぎるけど自分がそういうもんやったら下げ自分で動いてるよいしょーもうアントニオより顎しゃくれてるやん今ケツからこんなのでいいんだけどえらお前のケツから出てきたってことやんなこれなんなんこの動画マジでおらんってことちゃんとしようはいということで今日はジェネレーションズ高校でした終わった終わったというわけで今日はジェネレーションズ高校ジェネ高について話していきたいと思いますイエーイまあ僕たちもうジェネレーションさんと絡むこともできるぐらい大きくなりましてそうだね風原さんが見てくれてるとまずもうちょっとちゃんとするそうねジェネレーションズ高校という番組がありましてですねアベマ TV のねはいでまあそれに出演することが決定させていただきましたで仲間内兄弟と夜の人笑いということで参戦させていただいてありがとうございますやっぱね、どうでした初めてこの、まあ、会うとき初ミートするとき、どうやった会うまでは緊張しやんかったよ。ああ、会うまではな。でも、10年10年みたいな。うん。テレビで M ステとか見ててる。君の笑顔のため、捧げるよ、all my days。1秒ごとに、baby, I love you more。のジェネレーションズ。やばない。うん、そうテレビで見てた人が「と会える!」みたいな、うん、なってもうやっばと思って、うん、もうはい教室入ったらもうこの教室入ったらもうジェネさんがみたいな でも入った瞬間うわっと思ってそこで一気に緊張したなあージェネッピねなんでちょっと緊張した部屋入った瞬間にけど数原様が「面白いよこうくんは知ってんね」ってそうなのそう言ってたでも多分緊張して何も聞こえてないわそうなんか言ってくるね入った瞬間にまあカメラもまだ回ってない状態で「来たよこうくんが」みたいな「面白いよこの子は」みたいな「見てくださってる」って言ってたもんそう「この子は面白いよ」みたいな言ってくれてほんで俺もそこで「あとかじゃなくて「ありがとうございます」みたいなとんな。うん。ありがとうございます。じゃあね。じゃあねって言ったの？言うわけないでしょ。頭やばいでしょ。それじゃあねとか。あ、ちょっとそこで緊張がほぐれたってなるけど、あの数原が。いや、養子生で多分次会った時マジしばかれんの。え？次会った時マジでしばかれん。しばかれんやろ？バーンしばかれるやん。バーン。1回次2回。うん、陰キャやん。陰キャ。俺陽キャやん、完全。そう、デブは陰キャやん。今絶対使うから同じで使うからで、まあ椅子座って、まあ企画がスタートみたいな感じになって、まあある程度まあ笑いもちょっと取れて、まあコミュニケーションも取れて、まあジェネとのまあ絆がちょっと深まったかなという感じにはなったわ、確かに。まあみんなも感じ取ってたと思う。ジェネのみんなも、あー夜の一人の中地兄弟結構近づいてきたなぁ。まあ、動画が終わったりとかしたら、もうなんか喋りかけてくれたりすんね。風原さんは多分ほんま見てくれてたから、うん、あの風原さんがね。やばいね。うん。まあ俺もここまで有名だったかって思って。全然。うん、全然。うん、近所のおばちゃんと一緒ぐらいの知名度。知名度ないやろ、おばちゃんは。え、なにお前、近所のおばちゃんと一緒ぐらいって思ってないの？天狗やな。じゃそうじゃなくて、おばちゃんは知名度ないでしょ。俺らも知名度ないよ、別に。何やろそれぐらいやと思ったからなんで。じゃあまあ次の企画行こうか、みたいな。カラオケな、するってなって。で、次行くってなった時に、たまたま片寄さんと出るタイミングがまあパーって被って。あ、りょうやろりょうくん。あ、りょうくんと。地元がめっちゃ近い。めちゃくちゃ近いね、片寄りょうたちと。あそこで遊んだことありますかみたいな。ショッピングモールがあんねんけど、その地元に。遊んだことありますかって言ったら、もうそこで遊びまくったね、みたいな言ってて。いや、それで盛り上がったよな。めっちゃ盛り上がって。そう、めっちゃ盛り上がって。だからもう今度次に3人でユニバ行く約束した。してない、してない、してない。びっくりした。したよ。盛り上がって。してないよ。え？さすがに。してなかったっけ？うん。行かれへんち。ま？断るもん。どうする？ほんまに金崎君が来たらどうする？うん、行かへん。じゃあ断るの？断るよ。だってもう。じゃあ俺二人で行くことなんだけど、いいよ。DJ の悪口大会開く。よっしゃ。どういう情緒なお前マジで。よっしゃ。いや、ほら帰ってきてないやろ？じゃあほら帰ってきてない。わざとなんやで。わざとやで。裏垢繋がってるんやで。金崎君の裏垢を知っても。めっちゃトイレでストーリー撮ってる。そうなん。そうやで。でも一応はほんまにフォローされてる。うん、裏垢ではフォローされてます。ほんでさ、裏垢7個ぐらいある。目減らかと思った。ありすぎやって。嘘です。じゃあほんま勝手なさ、偏見やめよ。嘘ですやん、もうわかるやん。そのレオ君からも書いてる。レオレオにもレオレオにも。懐かしい。レオレオにさく。は？睡眠。なあ、誰が覚えてると思う？お前ぐらい。レオレオに作や。じゃあ面白く。それじゃレオレオにだよ。これ睡眠の作者覚えてるから。ほんまにな。うん。ちょっと違う人やったな。別に世界の人間。うん、そうやったな。なんかメンディーさんもなんかめっちゃ可愛い。なんか浅見めいちゃんみたいな感じでずっとボソボソ面白いこと。ああそう。小森さんとかその大きい声で突っ込む感じ。うん。ボケとかだけどメンディーさんボソっていうね、隣の人に聞こえそう。そうそうそう、ボケとかそう、なんか小さめで違うだろ、一人で家で楽しんでる人みたいな。メンディーさんだけおいおい違うだろお前、ほんまにそんな感じ。おい違うだろ、おい違うだろって思ってる。思って DV 喫茶あるやろ絶対。一人でメンディーさんがなんか自分で楽しんでるやつ、家で一人でテレビに向かってお前。そうそう、ほんまにそんな感じ。なんかで燃えてもうわーやっぱ見ながら見えてない。耳くそだらけでどうする？見えてないの？耳くそだらけ。うん、みたいな。嘘やろ？そんな詰まってんの？うん。穴ないもんな。20分の21。わあ、溢れて、こぼれてるやん、俺こうやったら。こぼれるやん。そうやね。そうやね。ガチガチガチ。嘘やん。信じるか信じんかお前次第やけど。信じんよ。じゃあ、それでいくんやな。俺の名前何？ 20 分の21。ガム星人20分の21。しゃべる。20分の21やな。もうええって耳かけもめんどいて、もうマジめんどいて、もうちょっとだけじゃあお話ししながらして。つくから。無理やろ、耳なのつくから。何耳なのつくって。僕もつく。いや俺でもないよ、僕だから。カラオケではもう淳平くんもめっちゃ面白くて、面白かったな。さすがやなと思いましたね。まあなんかさすが俺の尊敬するべきお兄さんでしたね。話集中できへん。うん。ああ、やばいやばいやばい。いや、じゃあなんか、動きカラオケしてるみたいやん。なんでいや、なんか、一生懸命喋らないけど、こう耳かき集中したいのか、なんかこう。やっと20分の20。そううざやろいやん。やば、気持ち悪い。俺もめっちゃみんなの前でうまく披露できてよかったなって感じでしたね。うん、やっぱうまかったみたいな感じでしたね。うん。うん。で、最後、まあ、学校全体でかくれんぼみたいなのして。本当は鬼ごっこやったけど。うん、ほんまは鬼ごっこやねんけど、俺、巻き爪で鬼ごっこできませんって言ったらかくれんぼになった。でさ、かくれんぼで逃げてる時もな、体育館まで行こうと思ったらしいねんけど。で、まあ、申し訳ないなと思ってて、ね、すいませんってみんなに、ごめんなさいみたいに言って、まあそこでもまあいろいろあってんけど、まあなんか、いざ始まって、みんな、まあ、一番遠くの、まあ、体育館とか、広いやん。で、いっぱい隠れるとこもあるし、みたいなとこに、まあ、逃げててんけど、俺も行こうと思ってんけど、階段降りてたら、実は膝もその時言わしてて、階段降りてたら、あれ、もう無理やと思って、近くの部屋に入った。で、ちょっとこっからネタバレになるんで、まだ見たいと思ってる人はちょっと飛ばしてくださいね。一、どこ隠れようと思って。何今の？どこ隠れようと思って。ちょっとうるさい！でも隠れやん方がいいと思って。隠れやんと鬼から逃げようと思って。すごいな、でも見つかったら終わりやと思って、うん、撮影してた1個部屋の、うん、1個下の部屋の、うん、もうちっちゃい、うん、棚みたいなこうやって隠れとって、うん、で一発目ですここ来て。こいつの、マジで、ピーって始まってん、校内放送で。鬼が出動します、みたいな。で、なって、やば、ドキドキやと思って、こうやって、隠れてたの。一恵さんが捕まりましたって、リアル30秒ぐらい捕まって。学校でかくれんぼしてて30秒で捕まる？学校のかくれんぼやで、全体の。どこでもいいねんね。もう階段の裏とか、もう倉庫の中とかでもいいねん。もう、どこでもいいねん、マジで。30分で、笑けと思って、なんか、校内放送で、一恵が捕まりました。来い。どういう状態一体やったんみたいな。ほんならすぐコークも私捕まった。で、2番目に俺捕まった。一らかぐれんぼ弱い。そう。いや、じゃあ俺逃げられる。ちょっと待ってるやん。いや、鬼ごっこやったら変わっちゃったけど。俺も卓球やったからさ。お前、卓球ってさ、得意分野やん。卓球って別にむずいやん。あ、やめろ。お前さ、これやめて。こうやってやるよ。ちょっと待って。自分のどこってか分からへん。バレエの体育館の上に挟まった時のやつやん。笑い。笑い。ほんまにいい人です。うん、いい人たちでした、めっちゃ。だってさ、こんなな、YouTuber にな、たちが DM 送って帰ってくるはずないと思ってるけど、まあ一応送った方がいいかなと思って、送ったのに帰ってきてんねんね。俺もファックス送った。ファックス！お前昭和人間やねん。そんなことない。今バンバン使われるよ、ファックスって。なんかファックスで送れるの。そうなんや、ファックスで送ったんや。うん。あと、鳩と。鳩飛ばしといた、手紙。それ、つくかな、無事。つくよ。っていう話でした。はい。ぜひ、ジェネレーションズちゃんの。お前、ちゃん呼びな。ジェネレーションズちゃん。お前、なめんなよ、お前。マジで。世界のジェネレーション。なめんな、お前。We like animals。ぜひ、ジェネレーションズさん。ジェネレーションズさん。ジェネレーション、ジェネレーションズちゃん。もう、って思いしたの。ジェネレーションズさん。そう。ジェネレーションズさんの曲も聴いてみてください。ジェネレーションズさん3で王様ジェネレーションズさん言われへんねん。もうちょっと簡単な名前にしてください。お願いします。ほんまに聴いてみてください。ほんまにいい曲ばっかなんでお願いします。ということでカナダが何を話すないってガチで長すぎやって。ほらもう充電ないもう長いっておいねん。めっちゃ怒ってる。めちゃくちゃ怒ってる。あっいややないやかいいわけないよ、それ。これどうあれやわー、今それええやろ。そうそう、ね。で、いいんけん、お前。で、な、お話しさせて。肩組んで、俺。うわーい、みたいな。じゃあ終わりましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、愛ボタンよろしくお願いします。バイビー。